はい、今日ビンボ TV のとこまです。ですね、まあラジオ動画というか、まあ耳メディアというか、まあ日本名になるのかな、これが。ですね、まあちょっと、いわゆる動画制作において、あんまりこう、時間をかけたくない。でもまあ、できることなら毎日のように投稿したいということで、まあちょっとこの、まあ耳メディアっていうか音声メディアっていうものをちょっと試したいなと思って、まあやってはいるんですけども、ですね、まあ内容的にはね、自分の、まあ普段の生活のことで思ったことなんかをまあ話していきたいとは思ってるんですけども、まあそんなこんなで、昨日ちょっとね、まあ、僕のクライアントと初めてお酒を飲んだ、まあ、二人っきりでね、ちょっとお酒を飲んだ話をしたいと思います。ですね、まあ、彼自身は、まあまあ、僕にコンサルをお願いする上では、なんていうのかな、まあ、いろいろ、まあ、僕も仕事を受けるにおいて、まあ、いろんな条件があるんですけども、まあ、まず第一の条件っていうのが、その、まあ、ギャランティーの面ですよね。もう 100% ギャランティー、まあ、僕が出した、まあ、見積書に対しての全額を支払っていただかないと、まあ、僕は一つも仕事をしないっていう体でやってるんですね。で、まあ、彼は初めてお会いした時に、もうその現金をちゃんと手で持って僕のとこ、僕と会ったんですけども、まあ、その時はね、喫茶店で、まあ、お酒も飲まず1時間ぐらいのミーティングで終わったんですけども、まあ、現金で綺麗に耳を揃えて持ってできてくれたんですけども、まあ昨日2人でお酒を飲んで、まあ、ぶっちゃけた話をいろいろしてたんですけど、まあ、そのお金っていうのはね、まあ、その前の週に彼が乗っている車を売ったお金だったらしいです。はい。まあ、正直ね、なんていうのかな、まあ、当然お金のない人ではないだろうなっていうのを思ってたんですけども、まあ、その僕に対してのギャラをその車を売ったお金で作ったって言われるとなかなか結構ね僕自身もすごくきついもんがあってですねっていうかもうちょっと聞かなきゃよかったなっていうのを正直思ったんですけども、まあ、ただねその、まあ、彼がその売って作った、まあ、車を売って作ったお金っていうのは、まあ、車自体がですねまあ、新車で買えば1500万の車なんで、まあ、売ったって言っても、その当然僕に払うギャラ以上な、あの、現金を手にしているわけなんで、まあ、あまりね、その、車1台分僕がギャランティーを取ってるとか、そういうことではないので、うん、いいんですけど、ただね、ちょっとショックだったなと。はい。まあ、そんなことはね、あまり仕事の上では関係ないんですけども、ただ、まあ、ちょっとそれを聞くと、なんとかしなきゃっていうのはすごく思いましたね。まあ、実際に、二人で、まあ、2軒ほど、はしごして飲んだんですけども、やっぱりすごくね、まあ、クライアントを選ぶわけじゃないんですけども、やっぱもう最初に、もう電話で話した時から、なんか、なんていうのかな、気が合うっていうのはおかしいんですけども、まあ、なんか、その、合わない人ではないなと思ってたんですけども、やっぱり一緒にお酒飲んでみて、本当に価値観が合う人だなっていうのはとても思いましたね。うん、とても魅力的な人です。まあいいことも悪いことも含めてね。まあちょっと今世間的にはね、あんまりこう、いいことしないことも、まあしちゃうタイプの、まあ、妙齢の男性なんですけど、まあもうテルでしょうね、明らかに。まあもうそういう雰囲気がたっぷりする人でしたね。うん。まあとっても楽しかったです。まあちょっとね、この辺の話、あんまりね、ちょっと内容についてあんまり、まあいくら匿名といえね、ちょっとクライアントの個人情報もいっぱい入ってるので、まあ話すことができないんですけども、まあなんていうかな、とにかく、お金儲けが上手な人っていうよりも、その、挑戦することがとても好きな人ですね。もう本当に無邪気な人だなと思いましたね。無邪気なぐらいにもういろんなことを挑戦したいと。んで、まあそれに対してね、その挑戦することに対して深掘りするんじゃなくて、もうとりあえず思いついたらやってみたいっていうようなタイプの方で、まあその心意気っていうのは僕とてもなんか、感銘を受けたっていうかね、すごいいいなと思いましたね。ただね、当然そういう人ですから、まあやっぱ失敗も多いはずです。まあその中でもね、僕が依頼されたことに関してはね、まあどんな手を使ってでもね、成功させなきゃいけないなっていうのは、とっても改めて思いましたね。はい。まあ、そんなこんなかな。ちょっと今日あんまりうまく喋れなかったですけど、まあこんな感じで、昨日あった話を
と音声メディアにしてみました。はい、それでは失礼します。